七彩飯を登って見えてくるのは、今回カウスリープスタウンの PV をノリで撮ることになりました。この曲実は2007年にすでに発売になってるミニアルバムに入ってる曲なんですけど、それをまあリメイクして、まあ、鉄鋼カルメンのカップリングに再録で入っております。まずこの曲作ろうと思ったきっかけが、なんかアーティスト、あの他のアーティストが結構街の名前とかを入れてたりするじゃないですか。例えばシーナリンゴさんなら歌舞伎町とか渋谷とか入ってたり、あと山崎まさよしの桜木町とか入るやつ。それでその函館バージョン作ったらどうなんだろうっていう気持ちがあって、ちょっとチャレンジしたのが実はきっかけです。監督の純平もこの曲がすごく好きって言ってくれて、なんかやっぱり函館出身なんで、函館の街をテーマにした曲なんで、まあ、そういう部分でも、まあ、共鳴というかそういう部分したのかなと思って、一緒にできてすごく光栄でした。で、他のメンバーも、まあ、PV 出れたら一番良かったんですけども、まあ、ナフリ上がってきたのを見て、なんか逆にこういう感じの方がこの曲に合ってるのかなっていう風にも思ったり、そのバンドチックな PV とかも見てみたいなと思ったんで、まあ、それも次につながればと思います。